こんにちは、パートナーズの石田です。よろしくお願いします。お願いします。本日ご依頼者様に特別にインタビューに出ていただこうと思っております。許可を一応得ておりますので、最後にちょっとお話とさせていただこうと思ってます。でご依頼者様自体が30代女性の方で、お部屋の間取りが 2DK ですね。今回、どういった形でご依頼いただいたかというと、もともと他業者様が片付けに入っております。なぜ今回ご依頼いただけたかというと、もともとね、見積もりを提出されてお客様が納得した上で作業を進んでいったんですけども、違うその業者様が、すいません、これじゃちょっと料金足りないですということで、後々追加請求で最終お支払いした金額が70万円ということになっております。でお部屋の状態もその業者様が仕分けをずっとした跡が散乱しており、ゴミ袋の中も燃えるゴミ、燃えないゴミ、鉄くずであったりとか、買い取りできる商品、お客様が残してほしいとあらかじめ言っていた、チャンネル類であったりとか、そういったのももう全部、荷物を梱包しているという状態で何一つ残してくれてないと。最終的に追加請求70万円以上お支払いしたということなんですけども、ただ荷物はまだ残っています。またさらにそこから荷物があと半分以上残っているということで、100万円以上の請求がお客様に行っているということになっております。もうその業者さんに任せてもダメだということで、お客様がそこで作業を打ち切って、今回動画を見ていただいてパートナーズにご連絡をいただきました。お部屋の状態としては、業者様が仕分けしてるんですけど、すごい混砕物が入っている状態なので、仕分けをしつつ、で最後クリーニングをしてお客様にご納得していただこうと思っております。本日6名、6時間ぐらいの作業ですね。結構時間がかかりそうなんですけども、頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日も綺麗に、ゴミ屋敷パートナーズ。では始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。左手、洗面所、お風呂、トイレになっております。すいません、そこちょっとね、開かないんですね。はい、右手に冷蔵庫であったりレンジであったり、キッチン部分ですね。でいるものはもう基本的に残す形でお聞きしております。こんな形ですけど、緑色の養生テープ貼っております。結構ね、キッチンの方、食品が腐ってしまって液体化しております。で、こちらですね、一応リビングという形になっております。結構ね、窓を見てもらったら分かるんですけども、食べ物の腐敗がかなり多いので、ハエが結構たかってますね。こちら窓を開けて作業すると近隣の方にご迷惑がかかってしまうので、基本的に窓を閉めたまま作業して殺虫剤で殺すという形になります。では、あちらのお部屋行きましょうか。今回残すものとしては、テレビ、デッキ、炊飯器、レンジ、グッズ類ですね。目の前に見えてこういったものですね。ご趣味で集められてるということで、最後、いるもの、いらないものと確認して、いらないものは僕らが回収するというイメージになります。で、ちょっとね、テレビのリモコンとコンキーがないということで、それも仕分けをさせてもらいます。ゴミ袋の中、先ほどお伝えしたんですけども、全部もう一度開けます。で、仕分けし直して、いるものがあればなと思っております。では作業の方始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。では始めていきます。お願いします。お願いします。先に殺虫剤で虫を殺していきます。この下に50匹ぐらいいるんですよ。
だいぶ弱って下に落ちていっているので、これ作業していきます。今回のご自宅はレベル的にどれぐらいですか？レベル的に言うと4になります。結構食べ残し、飲み残しが多いので匂いの方もかなりあります。暑い室内の中でかなり腐敗が進んでおります。ハエの方もいなくなったので、一応ちょっと換気の方させてもらいます。蒸し風呂状態になってます。今ベランダの方開いたみたいなんで、一度ちょっとベランダの方見てみましょうか。こちらの左手がベランダの方になります。こちらについては最後に作業の方をさせていただこうと思います。仕分けしていくと現物なども結構多いんですね。なのできっちり混ざらないように仕分けしていきます。袋の中に蛍光灯とかもそのまま入ってたりもするので、この辺もちょっと注意しながらきっちり分別していこうと思っております。10時から作業させていただいて現在11時半です。一度休憩させていただきます。お願いします。では11時40分になりました。始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。果物がもうこんな感じにすごい腐っちゃってますね。すごいカビ生えてます。原型は何か分かりません。結構ね、荷物もスプレー缶が入ってあったりとか、
家電製品が根菜で入ってあったりとか、先ほどはこっちの部屋でこの不用品の中にミシンが入ってあったりとか、分別がすごい乱雑なんですね。どうやって処分をまされてるのかなって思います。CD はいらないっておっしゃってはったので、これは回収させてもらいます。テレビのチャンネルと、これは音響機器ですね。音響機器はいらないって言ってはったので、テレビのチャンネル見つけることができましたので、これもお渡しさせてもらいます。今お風呂、トイレ、キッチンのメンバー3人が作業の方終わりましたので、全員で仕分けをさせてもらって効率よく早く作業が進むようにさせていただきます。宮西くん、はい、お願いします。はい、出し分けの方そっちでちょっとお願いします。はい、わかりました。現在12時40分です。一度休憩させていただきます。では休憩の方終わりました。作業の方始めていきます。お願いします。お願いします。で、作業の方がキッチン周り、お風呂、洗面が終わりましたので、こちらからクリーニングをかけつつ不用品の片付けもしていきます。お風呂、洗面の荷物の方片付けてきましたので、ちょっとね、今回雨がすごい降ってきてるので、ちょっと早めに綺麗にさせていただこうと思っております。中島くん、杉本くん、はい、ベランダもやっていきましょうか。はい、
荷物をどけても虫が結構いっぱいいてるんですね。休憩中に僕殺虫剤で何回か撒いたんですけど、虫が多いですね。かなりこの辺にも卵があったりとか。最後の方に当社の方で害虫駆除をするご予定になっております。最後綺麗になったところを見てもらって、お客さんに喜んでもらったらなって思ってるので、みんなであと残り半分ぐらいですね、頑張っていこうと思ってます。もうちょっとお待ちください。結構ね、小銭がちょこちょこ落ちてるんで、これが拾うのが結構大変です。冷蔵庫の中を移します。今やってもらっているので、結構ね、今回床の汚れがへばりついておりますね。でクロスは管理会社さんがされるということと、窓枠の方もですね、もうひび割れてるので、窓はもう触らずこのままにしてお客様が明け渡すということになっております。で他のメンバーに今
トイレ、お風呂、キッチン、クリーニング中になります。で、残りのメンバーで上の畑掃除とこの落ちたゴミの回収とクリーニングをしていきます。で、僕はというとベランダクリーニングをしていこうと思います。ちょっとラストスパート頑張っていきたいと思います。では作業の方終わりましたので確認していただきたいと思います。お願いします。洗面所で、お手洗いですね。はい、こんな形です。ここまで綺麗にすることできました。では、お風呂です。水垢は基本的に取ることはできたんですけども、もともと付着してる汚れについてはすいません。取ることができず、こういう形になっております。結構ね、湿気がすごくて、ゴキブリなどもいて、結構苦戦しました。で、右手にあるのがお客様にお渡しするものですね。まあ、チャンネル類つけることできましたので一応全部こちらの方に梱包させていただいております。クロスと窓ガラス、サッシについては管理会社さんがするということなので、もうこのまま置いてます。で、ベランダですね。こちらのお部屋です。こんな形になりました。これでお客様に確認していただいてご精算という形になります。で、今からちょっとインタビューの方を始めますのでよろしくお願いします。では確認させてもらいます。お手洗いですね。はい。で、お風呂もね、取れないところもあったんですけど、大体平日間に取ることはできました。はい、で、ベランダですね。デッキブラシゴシゴシやって、はい、はい、はい、こんな形でやっております。はい、一応ですね、お客様の残すものを貯めております。はい、はい、で、一番最後にいるいらないしましょうか。はい、はい、ちょっと長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ちょっとお時間かかってしまいます。いえいえ、はい。で、まあ、ちょっとね、お仕事とかも忙しいかなっておっしゃってはったんですけど、なぜ、まあ、今回こんな形になってしまったのかなっていうのだけ、ちょっとすいません。ちっちゃい時はもともと片付けるのが苦手で、はい、部屋に怒られてたんです。住み出して10年ぐらいなんですけど、はい、5年ぐらい前から、ちょっと人に会う、はい、近隣さんとかにも会うのもちょっと嫌で、はいはいはい、ちょっとゴミ出しに行くのもっていうのが、ちょっと増えてきて、はい、はい、ああ、そうなんですね。
今回お電話いただいたとき、まあ、ちょっと僕がお電話対応させてもらったんですね。ありがとうございます。今回ご依頼いただいた経緯ってどんな形だったんですか？もともとはでも片付けないとダメだったんですけど、マンションに張り紙のエレベーターしてもらって、はい、ちょっとやばいなと思ってはい、はいはい、でまあ、そこから YouTube 見てもらったりしてホームページ見てとか。そうです。あ、そうなんですね。見積もりったものにお聞きしたんですけど、他業者さんがお値段がと、まあ、対応がっていうのもあったんですけど、今回やってもらったからあれなのかもしれないですけど、はい、なんか見積もりもざっとしている感じで、ああそうなんですね、結構近所の人もっていうあれも言ったんですけど、はい、窓とかの全部開けっぱなしでやられる。ああそうなんですね。ありがとうございます。まあ違う場所に住まれてるかと思うんですけど、まあ、ならないように決意表明ではないですけど、一応このちょっと親には言えなくて、はい、でもあの職場の上司に相談させてもらって、はい、あ、そうなんですね。もう外にいたくなかったんで、はい、急遽山岳に帰らせてもらって。あ、そうなんですね。はい、でまあ定期的にニュースでチェックしに行ったら、はい、って言ってくれたのと、はい、今友達もなんか週1から1ヶ月に1回ぐらいは来てくれそうな感じで話させてもらったので、はい、そうですね、はい、まあ、何かあればねお気軽にご連絡いただいても結構なんですけど、はい、まあ、本当はねまだ2度目がないようにと、で、まあ、協力者様が今後いらっしゃるということなんで、おそらくまあ次も大丈夫かなと思うんで、はい、すいません、ちょっと長い間ですけど、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。一応じゃあ確認していきます。はい、はい、この辺でざっとちょっとね残させてもらったんですよ。いえ、全然全然いらないものとかあります？もういらなければこの中にボンって入れておいてもらえれば全然大丈夫です。はい、では以上ですね。はい、では今からちょっとお会計の方させてもらいますので、はい、ありがとうございます。